皆さん、こんにちは。私の名前はネイザン・レイモンドと申します。今日はスペシャルゲストがいます。アベックさん。アベックさん、こんにちは。元気ですか？こんにちは、アベックスと言います。よろしくお願いします。そう、普通はアベックさんが、そのね、ラジオの放送屋さん。だけそうど、です。そうけど今日は、どうして私が今日、アベックさんと話したかったのは、もう、そろそろ私がニューヨークを行くつもり、6月から8月まで、アメリカで私がその日本の祭りがちょっとプレゼンしたいと、アメリカでもし祭りがあったら、日本の祭りが、もうこの祭りあるよとか、やりたかったのは、そのアイドルグループが一緒に行ってほしい。どうですか？どう思いますか？ぜひぜひお願いしたいです。そう、どう？アイドルの人たちがニューヨークが行きたいと思いますか？思います。ああ、いいですね。そしたら、もう、そうね、だけど、最近も、私も、いろんなことがしてます。散歩よしの、もう、街作りの、私がすごい頑張ってるんだけども、そろそろは、いいイベントが、今、私が用意してますの、そのイベントは、その席の展示会の、なんか、たくさんビジネスが集まるの。このイベントが見えるかどうか。見えますよ。そう、セキビズの展示会。あとおお。は、私がそのビジネスの展示会のたくさんビジネスのあるのは、私が聞いてみたいことは、このビジネスさんが、私が今、スピーチコンテストが今、それも私が用意してます。できれば、そのビジネスが私のスピーチコンテストはスポンサーすると、もうそのスピーチコンテストのスポンサーが、グループがあったら、アメリカ帰るときに、私の商工会議所行くときに、日本でこのスピーチコンテストしましたよ。このビジネスのスポンサーがあるよ。そのことできればアメリカのビジネスが少し日本のビジネスのイメージが上がるから、めっちゃアメリカのビジネスがコラボしたい。だから、アイドルグループとスピーチコンテストと社会の協力があると、本当はビジネスが私たちをスポンサーする。どうですか？ビジネスはスポンサーすると、アイドルグループの人が自分のお金じゃなくて、ビジネスが私たちの旅行をスポンサーする。どうですか？いいですか？ いいこと。楽しそう、ハッピー。そう、だけど、ビジネスが私が自己紹介するとき、できれば外国人だけがちょっと力が足りないそうです。できればアベックさんと私がなんとか協力してるの会社がプレゼンしてるので、多分ビジネス側の方が私と協力したい。どう思いますか？いいと思います。そしたらできればアベックさん、もう今日はあなたの誕生日、今日は私の誕生日だから、今日は私たちのこれからのちょっと今年のいい年をするか思ったらコラボしましょうと、このことがもありがとうごう。 そう、ざいます。だからぜひこの放送が終わってから私がもうアップロードして、アベックさんが送って、できればあなたのアイドルのもうしてる人たちが見せたら、ぜひ興味があるの皆さんが、まず私たちがこれみたいの Zoom のミーティングがしたい。日本人が20人、
今私が外国人が20人集まるけど、どんな外国人は、この外国人は若い人、例えば生徒、日本に留学しに来る。だからアイドルの人は、もちろんアイドルだけど、まずがアイドルがまずじゃないと思う。まずは日本の方と、もし生徒が来たら、少し日本の先輩とか、もうそれができるかどうかわかんないけど、私が思ってるのは、みんなのイメージが上がる。イメージ上がる。だからアイドルだけど、アイドルだけじゃなくて、もう日本の外国人聞いたら、もう日本の文化が少し説明できるの方とか、どうですか？いいと思いますよ。面白いです。そう、面白いだと思う。なぜなら、アイドルだけど、アイドルだけじゃなくて、賢い。そうね。まず、もマルちチ。ろん、アイドルは素敵。みんな知ってる。だけど、素敵の人もいろんなことできると思う。盆踊りも、アメリカに行くときは、アイドルだけじゃなくて、例えば、アメリカ行きたいの日本の方だけどお金がないと時間がない。本当は日本の文化輸出するの寄付金が銀行で貯まってる。もし私たちがじゃあこの日にアメリカに行くの、この人が一緒に行くの、この寄付金が使えるよ。だからアメリカで祭りしに行くは、その寄付金でいけるとか、それも賢いの使い方と思う。そうですね。OK。じゃあ、もうこの短いの話だけ、アベックさんが、ぜどうもありひ、がとう。そうですね、ぜひみんなの、みんなのアイドルの人、伝えたいがある、私ができればいいよ、相談したら、どうやって海外行けると、ぜひ私がいつもいます。よろしくお願いします。あ協りが力とうございしまます。しょう。はい。ありがとう、アベックさん。この話、またよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい。Thank you so much. じゃあ、送ります。はい。よろしく。